こんにちは、黒田和義です。今日もご視聴ありがとうございます。今日はですね、ラフとドラッグの違いって何ですかっていう質問があったので、ちょっと僕なりの見解ですね。で、いろいろネットでも調べてみましたけど、ドラッグっていうのはラフっていうのは口語で、ドラッグっていうのが同じ手で打つものだというふうに書いてたりとかですね、プレス系になるものはラフで、しっかり叩いてるものがドラッグだというふうに書いてあるのもありましたし、なんとなくこれは僕の見解なんですけど、書き方も見ててもわかるんですけど、ルーディメントって多分後で編纂されたもんだと思うんですね。で、26のルーディメントっていうのにまとめられたのが、NARD って言って、ナショナルアソシエーション、ルーディメントドラマーっていう、ルーディメントっていう、基礎の手順でしょ。だからそういったものは後でまとめられたわけですよ。そしたら各地で、人間って誰でもそうですけど、交互に叩くのと、で、右右左左で、叩くのっていうのは誰でも思いつくし、これを組み合わせると、パラディドルっていうのは絶対出てくるわけじゃないですか。で、このパラディドルをずらして、ダブルが真ん中に入ってるからインワードってつけてるところもあれば、なんか風車みたいに見えるというか、まんじみたいに見えるから、だからこのインワードパラディドルのことをウィンドミルっていう地域もあるんですね。だから地域性が全然別々にあってだと思うんです。で、ドラッグパラディドルナンバーワンってあるでしょ。タドラガディド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 っていうふうに、ドラッグパラディドル、ね、ドラッグしてパラディドルするから、ドラッグパラディドルナンバーワン、ナンバーツーは、っていうのが26のルーディメントの中に入ってるんですけど、これラフ族っていうふうに分類されてるんですよ。ラフっていうのは3つ打つのもラフだし、で、どちらにせよラフもドラッグもこれ言葉なんですね。だからラフって聞こえる。ラフラフラフって聞こえる。で、これだとラフって聞こえないんで、これラフじゃないんですよ。で、ドラッグもドラガディドドラガディド。ドラッグの方がパラディドルとかの言葉で組み合わせやすいじゃないですか。ドラガディドタドラガディドタドラガディドタっていうのと、タラファディドタラファディド。ナフって言っちゃったら次つながりにくいでしょ。だからこの動き自体はラフっていうんだけど、これをドラッグっていう風に作った分類があって、だからドラッグとラフっていうのは違う。だからドラッグっていうのは基本的には僕は2つ打ちでラフをするやつで、それ以外のラフは全部ラフ族に分類してるかなって僕の中では分類分けしてあります。ラフっていうのはすごくよく使うんですね、ジャズの。フィリーのドラムソロなんかで、このドラムソロよく出てくるんですけど、これはシボンベじゃないですか。でもラフがつくと裏から押してる感じになるので、すごいよく使えます。だからラフっていうのはすごくよく使うし、これドラッグでもドラッグ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 でも全然構わないと思うんですね。だからラフとドラッグをそこまで分類する必要はないとは思うんですね。ただ僕の中ではセブンストロークロールで説明しましたけど、ロールの手前につくラフっていうのはっていうのはすごく大事だし、例えばセブンストロークロールでも、例えばこれを全部揃えてしまうソロ、これってグランドロールって僕は呼んでるんですね。グランドロール何かと、ロールでずっと長い音がある上で、たまにアクセントがポン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 ってなる時に、要はセブンを使ったりとか、サーティンを使ったりとかする、そういう動きの流れのことを、このロールはロールでずっと揃えておくね。で、そのセブンの場合でも、タッタータッターで表現したい時と、グランドロールのっていうのは違うでしょ。だからこれドラッグの感じも、このっていう風にちゃんとちっちゃい音で発音してる、タッタカタッタっていうのと、どっちで表現したいかによって、それをドラッグドラフに分けてる人もいるんですけど、僕的にはラフはもうラフもドラッグもどっちも装飾音符、同じところで違う地域から出てきたから
名前が違うだけで、だって26のルディメンのところってラフ族って書いてあって、ドラッグパラディドナンバーワンナンバーツー入ってますからね。だからこれドラッグのことラフって言ってるわけでしょ、同じ意味だと僕は思ってます。というわけでラフとドラッグをそこまで神経質に考えることはないんですが、ただそのラフっていうのは乗っかるためのもの、ロールっていうのは長い音を表現するためのもの、それをちゃんと使い分けできるといいですよねっていうお話でございました。本日は以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。今日も最後までご視聴ありがとうございました。今日の動画があなたにとって面白いなとかためになったなと思われる方はいいねボタンを押してください。チャンネル登録の方もよろしくお願いします。私のメールマガジンがありますので、詳細の欄から URL がありますから、そちらで紹介ページの方でぜひメールマガジンのご検討ください。毎日僕からメールが届きます。ジャズドラムのこととか、ジャズの歴史のこととか、心理学のことについて毎日動画とその解説をお送りしますので、よろしくお願いします。3大特典もついておりますので、ぜひご検討ください。それでは今日は最後までご視聴ありがとうございました。黒田和義チャンネルでした。